はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。市場の続きですね。黒柿の原木の方を見に来ました。まあ量はすごい出てるんですけど、本当に大したものがないなーっていう感じです。荒いんですよね。ペンとかね、僕が作ってるのはちっちゃいんでね、こんだけ荒いと乗らないんですよね。まあ、唯一これが面白い木が出てはいるんですけど、ほんとこんなんですね。どれぐらいセルのか分かりませんけど、まあちょっと 見ようかなと思ったとこですね。ほんともこんなもんは製材かかれないので、チェーンソーでズブズブに切って乾かしてっていう感じになります。まあ、こんなんですね。こうやって見ると分かっていただけると思うんですけど、本当に僕がペンで出してるクジャク木っていうレベルがないんですよね。ものすごい量は出てるんですよ。でも本当にあのレベルが一本もないっていう、そういう今は状況です。もうこれがもう数年続いてるんですよね。なのでね、っていう、黒柿が高くなるのもしかりというとこを皆さんにね、やっぱちょっとお伝えしておこうかなという次第です。ではでは、さあ頑張って長澤さんへの追い込み頑張ります。